皆様こんばんは。本日は OM システム様よりお借りしている OM5 について詳しく使用感をお伝えできればと思います。2019年に前の機種である EM5 Mark III を予約購入していたため、操作性はかなり似ていると感じました。しかしできることがいくつか増えています。ライブ ND、手持ちハイレゾショット、OM ログ400、星空 AF 等ですね。ボディ内、手ブレ補正も向上、よりブレない印象です。EM1 Mark III の機能を継承しているのは確かです。OM5 は OM1 よりさらにコンパクトであるため、広角から望遠までフルセット入れたとしても荷物の負担はかなり軽減されます。旅カメラとしてかなり魅力的な選択であるのは間違いなさそうです。しかし OM1 のサブで導入するにせよ EM1X や Mark III、EM5 Mark III の中古相場はもう少し安く、導入する意味を聞かれてしまうと。新品で入手できるのは魅力的ですが、また USB Type-C ではなく B 端子なのも残念な部分ではあります。しかし、前の機種と同サイズでできることが増えている点がとても魅力的な部分ではあります。気になる方はぜひ一度店頭でお試しいただくのがベストだと思います。まとめですが、OM5 の当初のイメージだとあまり変化がないのかと思っていましたが、確実に進化していることは間違いないです。最後までご視聴ありがとうございました。Thank you.